デーモンコア。プルトニウムの臨界量を求めるための実験に使われ、後にクロスロード作戦イエーブル実験で用いられた。1945年と1946年に臨界事故を起こし、2名の科学者の命を奪った。プルトニウム球の周りは中性子を反射する炭化タングステンのブロックで囲まれている。プルトニウム製ピット生産用の精密異形ピットは、 爆縮型核兵器において、核分裂性物質及びそれに取り付けられた、中性子反射体、またはタンパーからなるコアのことで、桃やアンズの固い種にちなんで名付けられた。1950年代に実験に供された核兵器のピットは、ウラン235のみ、あるいはウラン235とピルトニウムの複合材で作られていたが、 プルトニウムのみとする方が小型化できるため1960年代初めにはプルトニウムのみで作られるようになった。最初の核兵器に用いられたピットは金質型で中心に中性子点火器アーチャンが収められていた。ガジェットとファットマンは摂氏400度200ンパでホットプレス成形した直径9.2センチメートルの半球型ピットを用いていた。 ガジェットに用いられたピットには、厚さ 0.13mm の銀が電気メッキされていたが、膨れを生じたため削り落として、金箔を貼り直さなければならなかった。このため、ファットマンで用いられたピットには、ニッケルメッキが施された。中空ピットの方が効率が高いことは分かっていたが、爆縮レンズに求められる精度が非常に高くなる、ことから技術的リスクを避けるためガジェット及び、 ファットマンには使われなかった。後の設計では中性視点下記トムを使用したが、収容スペースが直径1トルで済むようになった。その後は内蔵型の中性視点下記は使われなくなり、ブースト型各分裂兵器ではパルス中性資源が利用されるようになった。この設計はエドワード・テラーのアイデアをもとに実設計を行ったロバート・クリスティにちなみ、 クリスティデザインと呼ばれている。ピット本体を含む物理設計全体には非公式にクリスティガジェットという愛称が付けられている。タンパーとピットの間に空間を設けると衝撃波がピットに達する前に速やかに加速されるため爆縮の効率が高まることが知られている。これは浮上型ピットと呼ばれており、1948年に ファットマン型の原爆マーク4で試されたが、すぐに中空ピットが開発されて時代遅れになってしまった。浮上ピットを用いた初期の核兵器ではピットが取り外し可能になっていて解放ピットと呼ばれていた。ピットは本体とは別に鳥籠と呼ばれる特別な容器に格納されていた。中空ピットを爆縮するとプルトニウムは内側に圧縮され途中で衝突して、 高密度の球体となり、超臨界に達する。勢いがついたプルトニウムはそれ自身が、タンパーの役割を果たすため、タンパー層に用いるウランの量を減じることができ、弾頭の重量とサイズを小さくすることができる。中空ピットは、従来の均質な球形のピットよりも効率が良いが、代わりに爆縮により高い精度が求められた。このため、最初の実用兵器には、 金質型のクリスティピットが選ばれたのである。1945年8月に終戦を迎えると、研究者たちは中空ピットの課題解決に集中することになり、理論部門のハンスベーてを中心として開発が進められた。中空ピットの開発が最大の関心事になったのは、プルトニウムが高価だったことと、プルトニウムを生産するビーゲンシロがトラブルを起こしがちだったためであった。 中空ピットは爆縮の瞬間に内部の空洞に重水素と見栄水素の投量混合物を注入することによって出力を増強できるという利点があった。これはブーストが高く分裂兵器と呼ばれ核爆発に必要なプルトニウムの量をさらに減らすことができた。また重水素見栄水素混合物の注入量や 中性主源からの中性子パルスの強度とタイミングを緻密に制御することにより、核出力を可変とすることもできた。当時、プルトニウム239の供給量が減ってきていたため、プルトニウムの使用量をさらに減らすため、複合コアが開発された。これは、プルトニウムの中空ピットの周りをさらに、高濃縮ウランの中空ピットで囲んだものであった。 複合コアは1947年の終わり頃にマーク3に搭載された。例えばマーク4の複合コアは 2.5kg のプルトニウムと 5kg のウランを用いた 49LCC-C コアであった。爆発の際に放出されるエネルギーに寄与するのはプルトニウムの35%とウランの25%だけであり効率は良くなかったが、 プルトニウムの使用量を節約できるのは核兵器を量産する上でメリットが大きかった。異なるビット素材を検討する要因となったのはプルトニウムとウランの振る舞いの違いである。プルトニウムの核分裂反応は早く、しかも多数の中性子を生成するので効率が良いが、生産コストが高い上に稼働可能なプルトニウム、生産度も限られていたことから大量に調達するのは 難しかった。一方、ウランの核分裂反応は遅く、そのため臨海量も多かったが、核兵器の量産に耐えるだけの生産量が確保できた。複合コアの検討は遅くとも1945年7月には始まり、1946年には利用可能になった。ロスアラモス国立研究所は全ウラン製エピットの設計を優先して進めることになった。 新型ピットはサンドストーン作戦で実験に供された。核兵器の出力はピットの選択により制御することができる。例えばマーク4は必要な出力に応じて次の3種類のピットを使い分けるようになっていた。この方法はより現代的なピットが取り外せない核兵器において現場での核出力調整に使えるものではなかったが、 あらかじめ戦術目的に応じた核出力を持つ複数のサブタイプを作り分けておくことができた。初期のアメリカ製核兵器ではピットのアセンブリがタイプ C とタイプ D に標準化されていた。マーク4はどちらも使用でき飛行中に手作業で組み込んでいた。マーク5ではタイプ D を使用して飛行中に自動で組み込めるようになった。 マーク5を弾頭化した W5 も同様であった。続くマーク6では同じピットを使うようになった。ピットはプルトニウム239のみ、プルトニウム239とウラン235の複合材ウラン235のみのいずれでも構成できる。プルトニウムが最も一般的な選択だが、イギリスのバイオレットクラブ爆弾とオレンジヘラルド弾頭は、 それぞれ 87kg と 117kg の高濃縮ウランで作った中空ピットを用いていた。グリーングラスコアも内部の直径 560mm 厚さ 3.6mm 重量70から 86kg の高濃縮ウラン製の玉柄で周囲は天然ウランのタンパーで完全に覆われていた。こういった臨界量の何倍もの量の核分裂性物質を 用いたピットは安全上のリスクが極めて大きく、例え爆縮が失敗して非対称になってもキロトン級の爆発を引き起こす恐れがある。純核分裂兵器で出力が最大のものは500キロトンを発揮するマーク18であり、中空ピットは60キログラムの高濃縮ウランでできていた。これは臨界量の4倍に相当しアルミニウム放素合金の鎖を ピットの中に入れることで安全化していた。密閉ピットは、ピットの周囲を金属で覆って開けられないようにした上で、核兵器の中に収めたものである。これは、周囲環境から核物質を保護し、火災や小爆発が起きた場合でも、核物質が放出される懸念を小さくできる。最初に密閉ピットが用いられたのは、W25 核弾頭である。ピットを覆う金属は、 ステンレス鋼のことが多いが、ベリリウムやアルミニウム、場合によってはバナジウムも使われる。ベリリウムは割れやすく毒性がある上に効果だが優れた中性子反射体でもあるので、ピットの臨界量を減らす必要がある場合には魅力的な選択肢となる。この場合には、プルトニウムとベリリウムの間にアルファ粒子を吸収する素材の層を設けなければならない。これはプルトニウムや アメリシウムなどが崩壊して生ずるアルファ粒子がベリリウムと反応して中性子を放出してしまうからである。ベリリウムをタンパー圏中性子反射体とするのは1950年代中頃から始まりロッキーフラッツ工場で粉末から圧縮成形した素材を加工して作られていた。より現代的な設計でも中空ピットが用いられている。 よく紹介されるプルトニウム製ピットはおおよそ、ボーリング球ぐらいの大きさと、重さで適切な金属に、プルトニウムが打ち張りされた、玉柄であり、ブーストが高く分裂兵器であればさらに、見え水素を注入するための銅管が設けられている。大きさは大抵、テニスボールからボーリング球程度で正確に休憩に、仕上げられている。核分裂性物質の重量と同位体素性は、 兵器の性能に大きく影響することから、クラス分けされている。中空ピットは半球を溶接してあり、ブースト用ミエ水素を注入するための導管が、ロウ付けで取り付けられている。ベリリウム外角のピットは脆くて割れやすく温度変化に敏感で、塩分や湿気で腐食されやすいため清掃が必要である。また、作業者が有毒なベリリウムに暴露することになる。旧型のピットでは、 約4から 5kg のプルトニウムが使用されていたが、新型のピットでは約 3kg になっている。さらなる小型化を達成するため、線形爆縮が導入された。これは細長くしたアリン海状態のピットに、両側から衝撃波を加えることで超臨海状態の休憩に成形するもので、衝撃波の形状を精密に制御することによって、核弾頭を大幅に、 小型化できるようになった。一方で、事故によって不意に爆薬が起爆した時に大規模な核爆発に至る可能性が高かった。これは、従来の休憩ピットは爆縮が非対象になれば核爆発は起こらず、核兵器本体が破壊されるだけであったのと比較すると安全面で劣っていた。このため実用化にあたっては特別な設計上の 注意や安全性試験が必要になった。線形爆縮ピットは核兵器の小型軽量化に大きく貢献する高度な技術であり、これによってマーブが実現できるようになった。線形爆縮ピットが最初に採用されたのは W47 核弾頭であった。アメリカで最新の核弾頭である W88 にも採用されており、ピットの形状は 回転楕円帯になっている中国は1992年9月に引き受ピットを用いた核実験を成功させ大きな技術的進歩を果たしたと言われている。ピットは核兵器の設計において共通化できる。例えば W89 核弾頭は W68 核弾頭のピットを再利用している。ピットの設計は標準化されており、 異なるパッケージに収めたり、同じパッケージを別の弾頭に用いたりして共有することができる。ピットは再利用することもできる。特に解体核兵器の密閉ピットは直接再利用するために備蓄されている。プルトニウムガリウム合金の劣化率は低いため、保管ピットは100年以上保つと考えられている。米軍の武器庫に保管されているピットで一番古い。 物でも50年にも満たない。密閉ピットには、接合型と非接合型がある。非接合型は、機械的に分解でき、プルトニウムの塊を分割するには、旋盤があればこと足りる。一方、接合系ピットを再利用するには、科学的な処理が必要になる。現在では、ピットは、直径10センチメートル程度まで小型化されている。設計担当研究所は、 ロスアラモス国立研究所をランル・ローレンス・リバモア国立研究所を LLNL と略記している。高級を用いた安全回転爆発安全性試験初期の核兵器はピットが着脱可能になっており、輸送中は取り外しておいて使用直前に取り付けるようになっていた。これによって輸送時の事故で核爆発が起きることを防ぐことが考えられていた。しかし、 小型化を進めるうちに組み立て時に内部に組み込む設計を取るようになっていった。このため、何らかの事故で爆薬が起爆しても完全な核爆発が起こらないようにする必要が生じ、プロジェクト56のような安全性試験が行われるようになった。事故による核爆発の懸念は常につきまとう。浮上ピットは輸送中にピットを取り付けられるように設計することで爆薬と、 各分裂物質のコアを分離していたので、事故による核爆弾の喪失、または爆発事例は、ウラン製タンパーが吹き飛ぶだけで済んだものが大半であった。しかし、中空ピットでは、ピットとタンパーは一体になっているのでそうはいかなくなった。初期の核兵器では、内部のキャビティにアクセス可能になっていた。そして、安全のため保管中は、ピットの中に詰め物をしておき、 使用時に抜き取るようにしていた。例えばイギリスのグリーングラスのような大型ピットでは内部キャビティをゴム張りにしてあり金属球を詰めるようになっていた。ただ、これはあまりにもにわかじ立てな対策で適切なものとは言えなかった。なぜなら中に詰めた金属球が輸送中の振動によってピットを傷つけることもあったからである。 金属球の代わりに中性子吸収剤で作られための細かい鎖が使われることもあった。W47 核弾頭では、ピットの製造時にカドミウム放送合金のワイヤーが詰めてあり、使用時には小型モーターで巻き取るようになっていた。しかし、このワイヤーは大変脆く、巻き取り時に中で折れてしまうと二度と取り出せなくなるため、弾頭が使用不能に陥る恐れがあった。 一体型ピットから中空ピットに切り替わっていくと別の安全上の問題が生じた。中空ピットでは重量に対して表面積が大きくなったため一体型ピットと比較して放射されるガンマ線の線量が高くなったのである。これにより作業者を守るためにロッキーフラッツの製造プラントにはより効果的な放射線遮蔽が導入されることになった。また、 圧延や機械加工が増えたため大量の加工油が必要になり、その脱脂のために用いる4塩化炭素も増えたため、大量の汚染廃棄物が生じるようになった。さらに、プルトニウムは自然発火性があるため、切削により発火する恐れもあった。密閉ピットではまた異なる安全化手法が必要になった。事故や不適切な操作で爆発することがないよう、 機械的なインターロックや火災や衝撃で働かないように設計された重要部品を用いるパーミッシブアクションリンクやストロングリンク、マイナスウィークリンクなどの様々な技術が用いられた。ベリリウム外核は核兵器の効率向上に効果があったが、核兵器工場の作業者に健康リスクをもたらした。タンパー柄の加工時に生じるベリリウムや、 酸化ベリリウムの粉塵を吸入することでベリリウム症になる恐れがある。アメリカエネルギー医療は1996年までに原子力工業の作業者の間で50件以上の慢性ベリリウム症患者が発生していること、そのうち36人ほどがロッキーフラッツ工場の作業者であること、数人はすでに亡くなっていることを確認していた。1966年のパロマレス。 米軍喫墜落事故や1968年の中陸軍基地米軍喫墜落事故を受けて、アメリカ軍は事故によるプルトニウムの飛散を防ぐ、要核兵器の安全化を図ることになった。対価ピットは現代の核兵器の安全機能の一つであり、火災によるプルトニウム飛散の恐れを低減している。現在では、航空燃料火災で想定される摂取線度でも、 数時間にわたって溶融プルトニウムを保持できるように設計されている。しかし、耐火ピットは耐火性はあっても耐爆性があるわけではないので爆発で破壊されて周囲に飛散する可能性がある。そのため強い衝撃や火災にあっても爆発しない低感度爆薬と併用し、さらに搭載するミサイルには被爆発性推進剤が採用される。 バナジウム外核が試されたことがあるが、実際に採用されたのか実験に止まったのかは明らかにされていない。W87 核弾頭は耐火ピットを採用している。しかし、耐火ピットは外核の機械的破損を防ぐものではなく、航空燃料よりも高温になるミサイル推進剤の火炎に完全に耐えられるものでもない。また、 重量やサイズの制限が厳しく耐火ピットも低感度爆薬も使えない場合がある。特に潜水艦発射弾道ミサイルはサイズの要求が厳しいことから高出力な代わりに不安定な推進材を用いているため大陸間弾道ミサイルと比較すると安全性が劣る。ピット金棒に高エネルギー材料を用いることは安全性に影響する。 アメリカのミサイル推進剤は大きく2クラスに分類されている。クラス1.3は火災の危険が大きいが非常に爆発しにくいもので、例えば火炎素酸、アンモニウム70%、アルミニウム16%、結合剤14%を配合したものである。クラス1.1は火災及び爆発の危険があるもので、 家強ポリマーによるダブルベース推進剤、例えば HMX52%、ニトログリセリン18%、アルミニウム18%、カエンス酸、アンモニウム4%、結合剤8%を配合したものなどである。クラス1.1推進剤は4%ほど、肥水力が高く燃焼時間も長い。低感度爆薬も爆発力が小さいため、 爆縮に必要な威力を得るための必要量が増えることになり、核出力を確保するために、ミサイルの射程を犠牲にして、弾頭を重く大きくするか、ミサイルの射程を確保するために、核出力を犠牲にするかを選ぶことになる。安全性と性能のトレードオフは特に潜水艦では、重要な問題となる。1990年の潜水艦発射弾道ミサイルトライデントでは、 爆発性推進剤と通常爆薬を採用していた。プルトニウムを鋳造し、さらに機械加工するのは困難である。これは、毒性、放射性のためだけではなく、多様な同素体を持ち容易に相転移してしまうためで、ある。プルトニウム界を冷やすと、相転移により歪みが生じ、ひび割れてしまう。この歪みは、モルノード3から3.5%のガリウムを添加して、 プルトニウムガリウム合金とすることで防ぐことができる。プルトニウムガリウム合金は、広い温度範囲で、デルタ症を取り安定である。溶融状態から冷却固化させたとき、プルトニウムは4回症転移するのに対して、プルトニウムガリウム合金は、イプシロン症からデルタ症に1回症転移するだけであり、取り扱いが容易になる。プラス酸化を取る他の金属も利用できる。 可能性があるが、ガリウムは中性子吸収断面積が小さく、プルトニウムの腐食を防ぐ効果があるため非常に都合が良い。一方、ガリウム化合物は腐食性があるため、解体核兵器から抽出したプルトニウムから、発電用原子炉で利用できる二酸化プルトニウムに、転換する際にはガリウムを除去する必要がある上、ガリウムの除去自体が難しいという欠点がある。プルトニウムは、 科学的に反応性が高いため、製造したピットの表面にメッキを施す必要がある。これは毒性による問題を防ぐ意味合いもある。ガジェットでは銀を電気メッキしていたが、後にはテトラカルボニルニッケルを用いた基礎体積法でニッケルメッキするようになった。現在では金メッキが行われている。最初のピットはプルトニウムが希少だったため、ホットプレスによって製造された。 その後、機械加工で作られるようになったが、自然発火性のプルトニウムクズやプルトニウムで汚染された切削油や脱脂剤が大量に生じるという問題がある。このため最終的には、ピットの直接鋳造が目標とされている。しかし、爆発を伴う核実験が行えないため、鋳造品と機械加工品のわずかな性質の違いが性能の差を生じるかを予測するのは、 難しいとされている。ウランもプルトニウムも非常に腐食されやすい。ユム -27 ポラリスに搭載された W47 核弾頭は定期点検で核物質に腐食が見つかって交換が必要になることがあった。後の W58 核弾頭でも同じような腐食の問題が起きた。W45 核弾頭はその形状から腐食を起こしやすかった。また、 グリーングラスのピットも腐食しやすかった。ピットの放射性によって周囲の物質が腐食することもあった。プルトニウムは湿度に敏感で湿った空気中では腐食の進行は200倍も早まる。特に水素による腐食は破壊的で水素の存在により腐食速度は13桁も加速される。水素は空気中の湿度や 周囲の有機物の放射線分解によって生じるため、これらの要素はプルトニウムの保管において大きな問題となった。酸化によって体積が膨張することで格納容器が破裂したりピットが変形する恐れもあった。事故あるいは設計上の都合によってピットが重水素や見え水素にさらされると水素化腐食が起こってピットの表面に 自然発火性の水素カプルトニウムの層ができる。これは空気中の酸素によって加速される。また、重水素と見え水素は多くの材料に水素税化を引き起こす。保管条件が適切でないと腐食が起きやすい。パンテックス保管所で使われていた ALR8 コンテナは腐食を防ぐどころか自己腐食性があった。ピット自身の崩壊熱も懸念材料で 多数のピットを保管する施設では積極的に冷却する必要があった。湿度管理も問題となった。ベリリウム外核は清掃に使う溶剤によって腐食することがある。研究の結果、トリクロロエチレンはベリリウムを腐食させ、トリクロロエタンは腐食させないことがわかった。ベリリウム外核を持つピットの腐食は、 パンテックス保管施設での保管期間が伸びるにつれ大きな懸案となっていった。ピットにプルトニウム240が含まれると崩壊熱や放出中性子が増え核分裂効率が下がり仮想爆発や不完全核爆発を起こす危険性が高まる。このため兵器級プルトニウムではプルトニウム240濃度は7%以下に制限されている。 スーパーグレードでは4%以下とされ、アメリカ海軍の水上艦や潜水艦に搭載される核兵器など上員の被爆が懸念される用途で用いられた。プルトニウム241は兵器級プルトニウムに0.5%ほど含まれている。これはアメリシウム241に改変する際に強いガンマ線を放射する。 年月と共にプルトニウム中のアメリシウムは増えていき、ガンマ線の線量が増えることで作業者に危険を及ぼす。このため、アメリシウムは新たに生産された、あるいは再処理で得られたプルトニウムから除去しなければならない。しかし、1967年にロッキーフラッツ工場では、コスト削減と生産効率向上のため、アメリシウム分離を行わなくなり、 ラインにはアメリシウムを含んだ古いピットが最大で80%も流れていた。このため、作業者のガンマ線被曝量は増えることになった。プルトニウムガリウム合金などの金属小プルトニウムは主に腐食と自己照射により劣化してゆく。プルトニウムは化学的に反応性が高いが、乾燥空気中では表面に二酸化プルトニウムの不動体操を作るため、 腐食速度は年間200ナノメートル程度になる。しかし、湿った空気中では不動体層が侵されて、室温での腐食速度は200倍、摂氏100度では10万倍にもなる。プルトニウムは、水から酸素を奪って酸化し、放出された水素を吸着したり水素化プルトニウムを生成する。水素化プルトニウムの層は20センチメートル、ジモの速度で成長し、 薄い外角はたちまち腐食してしまう。水の存在により、二酸化プルトニウムは非化学量論的酸化物を生成する。プルトニウムの小片は自己発火性があるが、これは三酸化にプルトニウムの層が速やかに酸化されて二酸化プルトニウムとなり、この時発生する熱によって、熱容量の小さい小片は簡単に発火点に達するためである。自己消耗者は、 プルトニウムのアルファ崩壊により起こる。プルトニウム239はアルファ崩壊により、アルファ粒子を放出して、ウラン235となる。アルファ粒子は5メブほどのエネルギーを持っており、結晶中を10マイクロメートルほど進んだ後、停止したろで周囲の原子から電子を奪って、ヘリウム原子になる。また、不純物として含まれるプルトニウム241は、ベータ崩壊により、 アメリシウム241となり、さらにアルファ崩壊により、ネプツニウム237となる。アルファ粒子は、自らのエネルギーを電子に与えて止まるが、この時熱が発生する。より重いウラン原子は、約85ケブのエネルギーを持つが、その3、4ほどのエネルギーによって、結晶格子内で12ナノメートルほど弾き出される。この結晶格子の乱れはさらに2万個の原子に、 影響し、90%ほどは熱的に冷気されてその場に止まり、残り10%ほどが結晶甲子から弾き出されてしまう。この結果、血管が生じた場所では、再結合やマイグレーションが起こり、2500箇所ほどのフレンケル血管と数 PS ほどの局所的な発熱が生じる。平気級プルトニウムでは、すべての原子が10年に1回程度の割合で、 弾き出される。極低温では、アニーリングが起きないため、自己放射によりアルファ小プルトニウムは膨張し、デルタ小は大きく収縮し、ベータ小は少し収縮する。結晶欠陥が増えるため電気抵抗も大きくなる。いずれの層も、長時間経過すると平均密度アット18.4グラム毎立方センチメートルの飛翔室上に変化してしまう。一方、常温では、 ほとんどの損傷はアニーリングにより修復される。200系以上では空港が移動するようになり、400系付近では格子間、空港間の再結合が起こるようになるためである。プルトニウムは常温で保管されていれば40年以上経過しても目立った損傷は見られない。保管期間50年では典型的な資料ではヘリウムが 2000ppm。 アメリシウムが 3700ppm、ウランが 1700ppm、ネプツニウムが 300ppm ほど含まれる。プルトニウムピット 1kg 中に200立方センチメートルのヘリウムが含まれることになり、このヘリウムを同じピットと同じ体積の容器に入れると3気圧になるようである。ヘリウムは空港と同じように結晶中を移動したり、空港にトラップされたりする。 ヘリウムが入った空港は合体して気泡となりスウェリングを生じる。気泡上のものよりも空撃上のものの方が発生しやすい。放射線識別システムは核兵器査察のための手法の一つであり、核兵器の羊と状態を検証して核兵器を確実に識別できる。様々な物理的手法が用いられるが、 例えば、高分解能ゲルマニウム検出器を用いたガンマ線分三ノりでは、酸素17の第一冷気状態を示す870.7ケブのガンマ線を検出することにより、資料中に二酸化プルトニウムが含まれることを証明できる。プルトニウムの生産時期は、プルトニウム241、または、娘各種のアメリシウム241の存在比を測定することで明らかにできる。 しかし、受動的ガンマ線測定法は国際的な核兵器査察において論争の原因となり得る。なぜなら、各国で軍事機密として扱われているプルトニウムの同位体比などの核材料の特性が明らかにされてしまうからである。1954年から1989年にかけてアメリカの核兵器ピットはロッキーフラッツ工場で生産されていたが、 安全上の理由により閉鎖された。アメリカ合衆国エネルギー省は、同地でのピット生産再開を試みたが、何度も失敗している。結局、エネルギー省は1993年にベリリウムの生産を、1996年にピットの生産を、ロッキーフラッツ工場から、ロスアラモス国立研究所に移転させた。備蓄、または余剰のピットは、 解体核兵器から発生したものを含めると12000機以上にもなり、すべてパンテックス保管施設に保管されている。5000機は戦略的備蓄とされ、残りは退役させることになった。ロスアラモス国立研究所におけるピットの新規生産は年間約20機に制限されている。国家核安全保障局は、高信頼性大体核弾頭の開発のため、 生産数を引き上げようとしたが、議会は関連予算の拠出を否決し続けている。2010年頃まで、ロスアラモス国立研究所は年間10の20基分のピット生産能力を持っていた。科学、薬金研究代替施設と科学的な方法がある。一般的には水素化物法が使われる。これは以下の手順で行われる。 ピットを2分割する半分にしたピットを切断面を下にして密閉容器の中に収めたロート付きルツボにかぶせる密閉容器に水素を注入する水素とプルトニウムが反応して水素化プルトニウムが生成しロートを通ってルツボに溜まるルツボを加熱して水素化プルトニウムを分解しプルトニウムを得るプルトニウムは酸化物や窒化物としても回収できる実際にこの方法でピットから すべてのプルトニウムを回収することができるが、ピットごとに、構成や合金組成、ウランマイナスプルトニウム複合材の有無が異なるため、処理は複雑になる。兵器級プルトニウムは、核兵器への転用を防ぐため他の素材と、混合しなければならない。当時は、爆撃機から投下する以外に、核兵器の運搬手法がなかったため、乗員の安全確保のために運搬中は一万一の、 事故でも臨界にならないように、核物質の一部を取り外しておき、使用直前に組み込むことで、核爆発可能な状態にする、という手段が用いられていた。一体型ピットであれば、ピット深部で発生したガンマ線はピットそのものによってある、程度遮蔽されるが、中空ピットは薄い玉柄のためガンマ線の遮蔽効果が期待できなくなってしまったのである。ありがとうございます。